フェラーリ166はイタリアの自動車メーカー、フェラーリが製作した自動車である。フェラーリ 159S のレース戦績が振るわないため、排気量を 1995cc に拡大したモデルで、1948年にフェラーリ166スポルトとして鳥のショーで発表された。ェーバー製、キャブレター3機を備えている。ギアボックスは5段、最高速度は 時速1 8 5トル。3台が製作され、1948年、クレメンテ・ビオンデッティとジュゼッペ・ナボーネが、ミッテ・ミリアで、総合優勝。1948年、イゴール・トルベツコイとクレメンテ・ビオンデッティがタルが、フローリオで、総合優勝。1949年も、クレメンテ・ビオンデッティとアルド・ベネデッティが引き続きタルが、フローリオで、 連続総合優勝すると花々しい戦績を収め、ドライバーたちにフェラーリの名を広めた。9台が制作された。フォーミュラマシンで、エンジン出力は155馬力 7000rpm。1948年のミレメリアに優勝したことからそのイニシャルを取って 166mm と、改名され1948年末から33台。 または34台が製作された。うち25台がカロッツェリア・トゥーリング製のバルケッタ型である。シャーシはアウレリオ・ランプレディが設計した。エンジンは125から140馬力。1949年のクレメンテ・ビオンデッチとエッド・オレ・サラニがミッテ・ミリアで総合優勝、ルイジ・キネッチと セルスドン男爵ピーター・ミッチェル・トムソンが1949年のルマン24時間レースで総合優勝している。市販され、フェラーリが初めて販売した自動車となった。1949年ロードユーザー向けに115馬力、6000rpm のスペックで37台、または38台が製作された。ボディア当初カロッツェリア・トゥーリングが製作したが、その後、 ビニャーレ製、スタビリメンティファリーナ製、カロッツエリアギア製などが用意された。1953年に13台が製作され、166mm シリーズ2と呼ばれることもある。エンジンは160馬力、7200rpm にパワーアップしていた。ミッデミリアの 2000cc 以下クラスに参戦している。ボディは13台の内9台を、 ジョバンニ・ミケロッティデザインのビニャーレ製である。ヘッドライトをボディと一体とし、ブレーキ冷却のためフロントフェンダーを短くし、リアフェンダーにブレーキダクトを設けた、点灯が特徴である。ありがとうございます。